今ね、奥入瀬清流に来てますよ。こちらはですね、十和田湖から流れる奥入瀬川、それが流れるね、美しい渓流が見れる場所です。それでですね、この周囲はね、あの滝なんかが結構いっぱいあるんですね。山から流れてた、流水の滝ですね。ただね、この奥入瀬川自体、奥入瀬渓流自体の、川の滝っていうのが唯一ね、ここ一箇所の長州大滝っていうところだけなんですね。ちょっとそれ見に行きたいと思います。ちょっと行ってみましょう。周囲にはね、ところどころ滝がこう見られるんですね。滝の音が聞こえます。あちこちから観光客がぼちぼち増えてきてますね。でそこの川のとこあたりでちょっとね、白波が立ってますね。あの辺が滝なんですね。はい、なんかね、この辺りでも水しぶきみたいなのをちょっと感じるんですけど、今ちょっと高いとこからまず見たいと思いますけど、こういう感じです。かなり迫力ありますね。降りてみます。これは川に流れてる滝ですかね。これですね、落差はね、数メーターはあります。幅は10メーター以上、10メーターくらいあるかな。あ、かなり迫力あるんですね。ちょっと近づいてますね。わかりますかね。これが唯一ね、奥入瀬渓流である奥入瀬川の滝です。この奥入瀬あたりには滝がたくさんあるんですよね。川の滝って本当にここだけなんですね。まああのナイアガラの滝とかあんなの比べたら小さいんでしょうけど、それでもね、これって近くで見るとやっぱり迫力ありますね。あとこの辺りの倒木がね、ここは落ちてるんですけど、そのままね、あるんですけど、苔がたくさん生えてますね。で、この奥入瀬はですね、あの、苔が有名なんですね。で、いろんな苔を巡るツアーとか、そういうのがね、盛んに、行われてる場所です。まあもちろんこの森林浴なんかも、すごくね、マイナスイオンが出て、素敵な場所なんですけど、この滝のマイナスイオンもなかなか素晴らしいものがありますね。あの白くね、もう滝の水しぶきが上がってるのが分かりますね。はい、以上ね、奥入瀬渓流唯一の滝である長州大滝でした。最後までご視聴ありがとうございます。